そうだ、ソータの友達で彼女探してる人いる？そんなのたくさんいるわ。本当？私の友達がね、全然彼氏ができなくて今大募集中なの。ほーん、俺の知ってる子？ううん、高校時代の子だから知らない。千春ちゃんって子なの。あー、名前は何回か聞いたことあるわ。でしょ、千春顔はすごく可愛いから。顔はってそれ以外に何？何ありっていうか、すごく人見知りなの。私とか仲いい人には心開いてるんだけど、初対面とかそれに類する人にはなかなか自分を出せない子なの。いるね、そういう子。私は千春の親友だし、大学卒業するまでに素敵な彼氏を見つけてほしいの。そうだ、お願い。彼女からの人生最大のお願い。オッケー、桃子の親友のためならやるよ。桃子には就活の件で世話になったし。ありがとう。で、どんなやつがいいかな？千春は男性アイドルとか好きだから、イケメンは好きだと思う。まあ、それはみんなそうだな。マイルド系より甘い系が好きだと思う。なるほどね。性格は？優しい人がいいと思う。オッケー。同年代の方がいいよな。うん、いけるかな。一人だけ思い当たる人がいるわ。よかった。じゃあ、そいつに連絡する。ありがとう。会う日程とか決める？うん、後で決める。1時間後。リュセって今彼女いる？いるわけない。そうか。おい、何のマウントだよ。ええよな、ソータは。あんな可愛い彼女がいて、しかもいいところに就職できてさ。はあ、格の違いを感じるよ。そんなにひがむなよ。いい話持ってきたから。いい話？桃子の友達でかなり可愛い子がいて、その子が彼氏募集してるらしい。それで、俺は流星を紹介しようと思う。マジ？写真見せろ。俺もまだ見たことない。え？とりあえずどうする？会うに決まってんだろ。オッケー。ただその子人見知りらしいから、初めは俺と彼女と流星の4人で集まる。オッケーオッケー。てか俺もその方がいいかも。もう1年も彼女いないから、女との話し方忘れたわ。マジかよ。てかよく考えたらこの後会うじゃん。ほんとだな。その時直接言えばよかった。いや、こんな話は早い方がいい。1時間後。桃子、彼氏候補見つけた。流星ってやつなんだけど、かなり乗り気だった。ねえ、ありがとう。いいやつだから安心して。嬉しい。日程どうする？来週の土曜は？俺は行ける。今日この後会うから聞いとく。わかった。相当楽しみにしてた。よかった。関係ないけど、今年の年末さ、うちの実家に来ない？え、桃子の実家に？うん、パパもソータを気に入ってるし、軽く挨拶だけでもしたいの。高級すき焼き用意してくれるよ。絶対に行きます。はーい。1週間後。流星、今日はありがとう。千春ちゃんどうだった？一つだけ言わせてくれ。ありがとう。どういたしまして。可愛すぎるわ。あれが彼氏いないってマジ？確かにそうだよな。桃子より可愛かったわ、普通に。おい、お前怒られるぞ。事実だからな。もうデートの日決まった？一応来週の土曜。おお、なるほど。せっかく紹介したんだから頑張ってくれよ。ありがとう。1分後。千春ちゃん、今日は本当にありがとう。こっちこそありがとう。最初不安だったけど、すっごく楽しかった。人見知りって聞いてたけど、全然そんなことなかったじゃん。今日はなんか楽しめた。どうだった、流星は？いい人そうだった。だろ？来週デートなんだよな。うん、それはちょっと不安。いきなり2人だもんな。うん。でもちょっとだけ後悔だわ。ん？いや、千春ちゃん相当可愛かったから、流星なんかに紹介せずに俺が付き合いたかったよ。嘘嘘、冗談だよ。びっくりした。来週楽しんでね。なんか不安なことあったら言ってね。うん。翌日。桃子、昨日はお疲れ。すまん、ぐっすり寝てたから返信遅くなった。え、大丈夫？飲みすぎてた？最近飲んでなかったから、もしかして体勢ついてなかったかも。その方が健康的でいいかもね。間違いない。千春と流星くん、うまくいっかな。わからない。流星は可愛いって言ってた。そうだね、もう好きになってたね。だな、付き合ったらいいな。うん。1週間後。千春ちゃんとデート終わず。お、どうだった？やらかした。ん？
30分間無言だった。地獄で草。面白い話持っていったんだけど、全部滑って地獄とかした。何やってんだよ。千春ちゃん怒ってた？いや、怒ってない。でも、ここ笑うポイントだよって言ったら気まずそうにしてた。圧倒的にお前が悪いな。正直気張りすぎた。あんな可愛い子見たことないから、絶対彼女にしたいってなった。確かにその気持ちはわかる。だよな。あーくっそ、時間巻き戻したい。次のデートの予定は？まだ決めてない。何やってんだよ。いや、今のこの状況じゃ無理だよ。少し時間を空けるべき。俺の勘がそう言ってる。頼りなさそうな勘だな。今現実を突きつけるな。いたわれ友達なら。はいはい、また次頑張れよ。1分後。千春ちゃんごめん。え、どうして蒼太くんが謝るの？流星がやらかしたんだろ。なんかデート失敗したって聞いて。違うの、私が悪いの。うまく反応できなくて、その後パニックになって、何もできずにいつもと同じで、流星くんに本当に申し訳ない。そんなことないよ、千春ちゃんは何も悪くない。え、人見知りって人間の防衛本能なんだよ。そうなの？うん、知らない敵から身を守るために人間には絶対備わってるらしい。だから千春ちゃんは悪くない。でも私以外は普通だよね。それは慣れてるか慣れてないかの違い。その人の能力でも何でもない。そう言われると気が楽になる。でしょ。でもこれって慣れてる人が相手した方が人見知りもなくなっていくんだ。うんうん、俺そういうの得意なんだけど、一度俺と二人で会ってみる？え、大丈夫、桃子には言わないから。でも練習しないと成長できないし、これはチャンスだと思うよ。それに流星の件もあるから、謝罪も同時にしたいしね。でも桃子に悪いよ。話するだけなんだから大丈夫だよ。明日か明後日どっちが忙しい？明後日はバイトがある。じゃあ明日だね。本当に言ってるの？学校終わったら連絡するから、くれぐれも桃子には内緒な。うん。翌日。千春ちゃん、今日はすごく楽しかったよ。最初は緊張してたけど、最後の方は喋ってくれて嬉しかったよ。あの、ありがとう。でも、もうあんなことやめてね。ん？ああ、キスのこと？それは本当にごめんね。俺もお酒入ってたけど、千春ちゃんが可愛すぎだし、どうしても我慢できなかった。桃子に顔向けできない。バレたら俺もまずいから、二人だけの秘密にしよう。秘密というか、言えない。今電話できる？ごめん、今はできない。そうか、わかった。数日後。千春ちゃん、俺のことを嫌いになったかな？嫌いにはなってないよ。でも桃子に悪いから。こんな聞き方は卑怯だけど、桃子がいなかったら？え？桃子がいなかったら俺と二人で会ってくれる？そんな質問しないで。俺は会いたいし付き合いたい。正直、初めて千春ちゃん見た時一目惚れしたんだ。桃子の彼氏って自覚してる。でも心の底から可愛いと思った。これは本当だよ。そんなこと言われても困るよ。桃子の彼氏には変わりないんだし。俺と流星だったらどっちが好き？そんなこと聞かないで。じゃあ分かった、もう絶対にキスしない。それ以上のこともしない。約束する。だから最後に会ってほしい。これで本当に最後にする。謝罪も込めて全部おごる。だから本当にお願い。おごるとかそんなのいらない。え、じゃあ言ってくれるの？そういう意味じゃない。明日大学終わるの何時？夕方4時くらいだけど。分かった、迎えに行く。困る。じゃあ明日。翌日。千春、ありがとう、今日も可愛かった。しないって言ったじゃん。ん？なんでまたしたの？だって千春が可愛いから。それに今日は体まで触ってさ、やめてよ。でも抵抗してなかったじゃん。キスも何回もしたじゃん。初めは俺をどかそうとしてたけど、その抵抗もなくなってたじゃん。あれはOKのサインじゃないの？違う。でもそれ以上はさせてくれなかったね。俺じゃダメか？だから桃子に悪いって。桃子の話は今しないで。俺のこと好きになれそう？エッチとかには興味ないの？あるでしょ。これ以上されたら本気にするからやめて。本気にさせたいからする。千春の初めてを誰かに奪われたくない。流星なんかに渡したくない。せめて桃子と別れてからにして。それには時間かかる。今急に別れたら不自然だし、俺らの関係を怪しむと思う。じゃあ無理だね。それじゃダメだよ。千春とはすぐにエッチしたいんだ。千春だって早く少女捨てたいだろ。それは、うん。明日って
何時にバイト終わる？23時に終わる。わかった、迎えに行く。その後、俺の家行こう。はい。1分後。桃子、悪い。なんか体調不良かも。ね、大丈夫？明日のデートなしにできる。今度埋め合わせするから。そっか、残念だね。せっかくの記念日だったけど。あ、うん。4人で飲んだ時も弱ってたし、一度病院に行ってみたら？いや、大丈夫。本当に疲れてるだけだから。そう、ならいいんだけど。じゃあ寝るわ。うん、看病に行こうか。移したら悪いし、いいよ。わかった、また元気になったら会おうね。ああ。2日後。千春、おはよう。寝てたら千春がいなくなってた。おはよう、サータ。あの、昨日のことだけど。わかってる、内緒な。俺と千春だけの思い出。うん、あともう一つお願い。え、まだ？もしかしてもう会えない？俺のことマジで無理になった？そうじゃなくて、また家行ってもいいかな？え？桃子じゃなくて、私を彼女にしてほしい。ソータのこと本気で好きになった。1週間後。ソータ、今日は家行ってもいい？俺がバイトで夜遅いけどいい？何時くらい？0時くらいに家に着く。結構遅いね。ごめんな。うんうん、大丈夫。家でお風呂入っていく。オッケー。てか千春、全く抵抗なくなったな。え、何が？最初の方は嫌がってたのに。その話はやめてよ。桃子に悪いって言ってたじゃん。うん、でも自分の気持ちには勝てない。俺も同じだよ。いつ別れられそう？あー、難しいんだよな。年末には向こうの親に会う予定で、桃子もその気持ちだから大変。え、親に会うの？大丈夫、絶対にそれまでに別れる。ありがとう。本当にソータのこと好きになった。早く彼女になりたい。俺も早く千春の彼氏になりたい。好き。翌日。ソータ、最近どうしたの？ん？何が？体調悪いのまだ続いてる？あ、うん、治ったり治らなかったり。パパの知り合いにいいお医者さんがいるんだけど、その人に見てもらう？いや、大丈夫だよ、多分寝不足とかだから。じゃあちゃんと寝てほしい。ごめんな。来年から俺ら社会人じゃん。で、俺の就職先って頭いいやつ多くて、俺だけ浮いた存在になると思う。半分くらい英語とかも喋れるやつだし、俺もちょっと追い込んで勉強してるんだ。それが疲れの原因なのかも。偉いね。なんかごめんなさい。いやいや、桃子悪くないよ。俺が勝手に無理して頑張ってるだけ。でも体調第一優先だよ。わかってる。な、千春と流星くんどうなった？え？二人どうなったのかな？いやー、わからない。流星から LINE 来てないけど、付き合ったら連絡来るよな。ってことは失敗したのかな？千春ちゃんは可愛いから大丈夫でしょう。うーん、そうだといいけど。千春ちゃんはなんて言ってるの？それが最近あんまり連絡取ってないの。え、そうなの？喧嘩かなんかした？全然そんなことない。 SNS は更新してるから、元気なのは元気。そうなんだ。もしかしたらあれかもな。紹介したのにカップル成立しなかったから、後ろめたい気持ちでもあるのかな。え、そんなことあるのかな？少なくとも流星は思ってる。最初のデート失敗したらしくて、そこからずっと引きずってる。ゴンゴン連絡したらいいのにね。本当にな。ちょっとまた眠気きたわ。うん、おやすみ、気をつけて。はーい。1週間後。なあ、ソータ。なんだ、流星。昨日の夜、どこにいた？ん？なんで？いや、お前に似てる人見てさ。昨日のことは覚えてないわ。渋谷歩いてなかった？おー、渋谷か。行ったような、行ってなかったような。女の子と歩いてたろ？ん？女の子？桃子とは昨日会ってないぞ。うん、だから LINE してる。ん？昨日千春ちゃんと歩いてたろ。千春ちゃん？俺が？うん、しかも手を繋いで。あれどういうこと？お前桃子ちゃんと付き合ってんだろ。見られたか。は？いや、実はそうなんだよ。もう1ヶ月くらい経つかな。千春ちゃんは今俺のセフレなんだよ。紹介した身ですまん。でも流星は別にいいだろ。振られた後に俺がいただいただけだし。いや、そういう問題じゃない。このこと桃子ちゃんは知ってんのか？知るわけないだろ。じゃあ関係を断つべきだ。は？桃子ちゃんを裏切るなよ。すごくいい彼女じゃないか。なんで千春ちゃんと嫉妬か？
は？嫉妬だよな。お前好きだったもんな。千春は可愛いだけじゃないぞ。体つきもいいし感度もいい。残念だったなお前。は？どういうつもり？お前がデート普通にしてれば千春の彼氏になって初めての男になれたかもなのにな。本当にお疲れ様って感じだわ。なんで俺に敵意むき出しなんだ。寝取られたから悔しいんだろ。でも残念でした。これも俺の計画です。は？可愛い子が来るって知って本当にいい男紹介するかよ。まずは品定めして C ランク以下ならスルーするけど、千春は S ランクだった。だから俺がいただいたって話だよ。本当に紹介する気はなかったのか。あったらお前に話しないわ。絶対失敗する未来見えてたわ。お前俺に嫉妬しすぎなんだよ。桃子のことエロい目で見てたくせに今更俺に説教してくんなよ。は？そんなことしてないわ。それにお前の就職先どこ？ネットで調べて出てくるのか？せっかく大学まで進学してんのに小銭しか稼げない企業に就職って、お前の人生つまんなすぎだろ。なんでそこまで言うんだよ。俺たち友達じゃなかったのか。友達だったら俺と千春歩いてても見てないふりするもんだよ。真面目ぶって俺に説教すんな、このエフラン人間が。どうせこのことだって桃子に言うんだろ。言えないわこんなこと。この際俺のことはどう思っててもいい。でも桃子ちゃんを選ぶのか、それとも千春ちゃんを選ぶのか、それだけはっきりさせといた方がいい。はいはい、ひもて男子の貴重なご意見だな。サンキューサンキュー、参考にしとくわ。1週間後。ソータ、ごめんなさい。桃子どうした？明日なんだけどさ、デートなしにしてもらえないかな。どうしたの？ちょっと実家の犬が病気になって。マジで？大したことないと思うんだけど、ちょっと心配でさ。それは絶対行った方がいいよ。俺は全然大丈夫だから。ありがとう。さすがに日帰りは難しいかな。一泊してこようと思う。そうだよな、寂しいけど仕方ない。俺は一人家で英語の勉強しとくわ。えらい頑張る。何かあったら LINE ちょうだい。はーい。1分後。千春、朗報。どうしたの？明日暇になった。そうなの？桃子とデートだったよね。千春のことが好きだから断った。嬉しい。そろそろ別れると思う。だから心の準備してて。うん。明日どうする？家来れる？マジで一日暇だから何回でもエッチできるよ。やだ、できても3回までだよ。前回がそうだったもんな。じゃあ今回は未知の4回目。今から体力温存しててね。はーい。翌日。おはよう、ソータ。お勉強中かな？今朝実家から電話があってね。病院行かなくて済みそうだった。ママにソータとのことを話したら、実家に帰ってこなくていいってなったの。今から家行ってもいい？こっちに来るの？うん。あー、なるほど。どうしようか。というか今家の前にいる。会いたくて来ちゃった。は？入るね。待て。どうしたの？何か都合悪いことでもあるの？いや、別にそうじゃなくて。誰か家にいるの？女の子がいるの？千春がいるの？え？全部知ってるからね。開けて。ん？千春ちゃんが？うちにいるわけないだろ。開けて。何か勘違いしてるって。開けろって言ってんだろ。はい。1時間後。桃子、本当にごめんなさい。でも全部誤解なんだ。誤解させて本当に申し訳ない。ん？何が誤解なの？裸の男女2人が部屋にいて、何が誤解なのかな。だから、それは、その…てかさっき、確認させたよね。あんたと流星くんのトーク確認したよね。散々悪態ついて見てて吐きそうになった。マジで最低。本当にごめんなさい。もう浮気なんてバカなことしない。千春にももう LINE 送らない。だから別れないでください。そもそも私となんで付き合いたいの？え？私のこと本当に好きなの？もちろん、愛してるのは桃子だけだよ。自分の将来がそんなに心配？何が？私と別れたら大変だよね。私のパパとも縁が切れるんだから。何が言いたい？あんたがなんであの企業に就職できたか、まさか忘れたわけじゃないよね。それは。私のパパが口を聞いてくれたから、あの企業に就職できたんだよね。言ってしまえばコネ入社だよ。それがどうしたんだよ。あれ？まだ察しがつかない？私このことパパに言うよ。予想だけどかなり怒ると思うよ。パパ、浮気とか不倫に厳しいし、私のこと大好きだから。まだ内定の段階だからね。もう一回就活頑張って。待ってくれ、
それだけは勘弁してくれよ。俺、もう浮気しないから。そんな覚悟もないなら浮気するな。しかもただの浮気じゃないからね。私の親友に手出してさ、そいつと会うためにケビを使って、私とのデートドタキャンして記念日まで後回しにさせられてさ、私がどれだけ心配したと思ってんの。ごめんなさい。ああ、もういい。謝罪なんて求めてないから。とりあえずまたパパ経由で連絡します。震えて待ってろ。桃子、頼む。考え直してくれ。翌日。最悪だ。就職先失った。マジで人生積んだわ。どう責任取ってくれんの？え、私？いや、お前以外誰がいる？あそこで調べになった時におとなしく引き下がっておけばこんな事態にはなってなかった。いや、さすがにそれは。俺、大手企業勤務の予定だったんだぞ。将来的に年収1000万は堅かった。それが千春が現れたせいで一気に無職になりそうだけど、差額払ってくれよ。なんで私が払わないといけないの？え、会話できない人？お前があのタイミングで俺の家にいたからこうなったんだぞ。呼んだのはソータじゃん。来たのは千春じゃん。そもそも浮気のきっかけはソータだよ。そのこと忘れてない？うん。でも俺とエッチしたよな。俺と付き合いたいとか言い出したよね。俺はセフレのままがよかった。でもそっちが勝手に恋愛感情を持ってきて俺を追い詰めてたことは理解できる。好きになるのは仕方ないじゃん。じゃあその見返りは？見返り？桃子と付き合っていれば父親が就職先を用意してくれた。それに引き換え千春はどこに勤めさせてくれるの？そういうのは普通恋人に求めないよ。自分の力で勝ち取るものだよ。浮気してたくせに恋愛語るな。そうだもんね。はあ、もう最悪だわ。うん、私ももう金輪際連絡してこないでね。当たり前だわ。お前なんか秘書所の時点でもう価値もねえんだわ。1時間後。ソータ、今どんな感じ？お前よく俺に LINE できたな。お前の暴露のせいで俺は恋人とセフレと仕事を失った。一体どうしてくれるんだよ。そっかそっか、残念だった。ただ一言だけ言わせてくれ。ざまあ見ろ。後日談。こんばんは、ソータです。この時から3年経ちました。今冷静に見てみるとひどいですね。当時は女を何人抱いたかが自分のステータス向上とばかり思っていました。今は大学時代にやっていたバイト先の社員になっています。この時以来、桃子と千春、流星、3人とは連絡を取っていません。若気の至りという言葉では片付けられないほど暴言を吐いてしまいました。今お付き合いしてる人はいますが、もうこんなことがないようにします。ありがとうございました。